はい。すごいな。いいだね。あ、間違えた。やば。はい、というわけでね、今日は岡山市内の方に来てます。京山からね、京山ですね。で、この先行ったら池田動物園があるんですけど、今日はね、無料開放日であって無料で入れるという日なんですよね。で、なんで無料なのかというと、動物愛護のそういうキャンペーンのあれをやってるそうで、まあ、それに合わせて今日無料ということで、ちょっと行ってみようかなと思います。中国の珍獣レッサーパンダ。お気づきの方は、お気づきまでお越しください。はい。思ったより人が多くて、ちょっとびっくりしてるんですけど、まあ、象がいたんですけど、いないと。まあ、この写真パネルで、まあ、どうにか再現してるような感じなんですけど、ガーッとね、はい、ペット防災、ペットと防災、まあ、こういうのね、多分開けた方がいいのかなっていうのですね、この動物愛護財団の活動、しつけ教室ね。私、まあ、この動物愛護って言ったらね、このね、犬とか猫とかペットの受け渡しみたいなのをするんですけど、まあ、こういうね、しつけ教室とか触れ合いとかね、なんかいろいろと、そういう年会費とかいろんな活動をねしてるみたいなの、避妊手術ね。まあね、やっぱ多いですね。で、まあ、この上にライダーみたいなのがあるんですけど、まあ、これもね、結構ね、長い待ち時間を要してますね。だいぶ行列ができてます。はい、でこちらが、池田敦子さんのお家ですね。まあ、元々天皇家の方だったんですけど、嫁いでっていうことです。
餌もね今日売り切れでございますね。向こうにいます。ここは上 の京山ロープウェイ の上のなんだろう、あのソーラーパネルのところに切るらしいんですけど、これはちょっと道がね不安定なので、あ、でもすぐ行ける感じなのかな、これは。でもこの道がちょっと怪しいということで、今入ることができない道になっています。はい、久々にね池田動物園来たんですけど、やっぱり今日はね人がいっぱいいすぎて、動物もねあんましなんか見れないというか、隅の方にね隠れてるような感じですね。めちゃめちゃ人が今日はねいるので、撮ろうと思ってもなかなか角度がね難しかったりするので、ちょっと先行きましょう。いや、ちょっとね、あの最後にちょっとレトロゲームセンターあるので、そこでちょっと撮影して、今日は終わろうかなと思います。ちょっとねやっぱり人が多いと撮影は難しいのと迷惑をかけてしまうので、
まあ、こんな感じだという雰囲気だけで見ていただけたらなと思います。よし、SD 岡山。これは紙で作られた像の模型ですね。こんな懐かしの遊具。まあ、こんな感じですね。ただずっと残ってるのがなんかすごいなと思います。はい。で、まあ、こんな感じですね。あ、最後にちょっとライオン見ておこう。あ、ライオンもいないか。ホワイトタイガー。これは消防のホース使ってなんかうまくできてますね。これが応援してる企業ということですね。よっしゃ。はい、というわけで今日は池田動物園の無料開放の日行ってきましたけどね、やっぱり人がめちゃめちゃ多くて平日の方がやっぱいいなっていう
感じで思いながらね、まあ、僕ぐらいの年になったら多分そう感じるかもしれないですけど、結構やっぱり人がね多くて、普通の日もこんな感じで盛り上がってくれたらいいなって思いますね。でそれでは帰ります。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。